毛利家の所領として認められることとなった。そして広家には毛利の所領のうち岩国三万石の地が与えられることとなったのである。味方によっては広家は毛利家を救ったことになる。しかし120万石を誇る毛利宗家が大旋風になったこと、また独断で徳川方と内通していた毛利軍が徳川方に参戦していた場合、西軍の勝利もあり得たのではなどを考慮すると、毛利家には広家の行動を非難するもの